貯水率がだいぶ下がって、その本来ダム底にあるべきものが出現したという、話なんですけども、昔、この目の前のエリアは町があったんですよね。で、情報によれば学校跡が出現したということで、ちょっと今日行ってみようかなと思います。これはダムで釣りをするための船だと思うんですけど、タイヤ痕があるので、おそらくこの辺にここまで車来て、船とか、ボートですね、出していたのかなと思います。ちょっと歩いていきましょう。ですね、昨日までね、かなり雨が降ったんですけども、で、先週までは貯水率が 17% だったんですけども、今日見たら 46% ぐらいありました。でもこれでも取水制限しないといけないという、状態なんですけども、徐々に水が溜まってきてます。おそらくね、この石垣とかも何かあったのかな。壮大な自然の中です。よくあるアメリカのね、アメリカ大陸のような、なんとかキャニオンまではいかないですけど、ちょっと日本離れしたような感じです。それもこういう感じで、こういう平地というか、そういうのが目立つので、余計そう感じてしまいます。さて、この目の前、普段は多分ものすごい川だとは思うんですけども。結構冷たい。そんなに全然臭みはなく、なんかそのまま今でもそのままでも飲めそうな感じです。無理だ。おそらくこれ多分何かの建物のあれだったのかな。で、まず初めに見えるのが、なんだろうな、学校の跡なのかな、なんでしょう、ここに何か立ってたような、そんな跡が残ってます。石臼が、
これもなんかの土台ですね。ものです。何でしょうこれ。よし、なんとか岸に渡ることができました。なんかあちらになんかありますね。建物があったような雰囲気ですけど、ここにもなんかあの屋敷があったような雰囲気です。石垣が。ボートですね。この辺も家でも建ってたのかな。茶碗かお椀の痕跡、かけらが、見えます。あそこに気になるのがこれは何でしょう。あ、でも罠かな。うなぎとかを取るような罠、ここに落ちてます。で、動物の足跡、イノシシかシカかな。まあ、本当に普段はこの辺まで、水があったと思うんですけども、今は、今 46% です、貯水率が。そういう場合はこれぐらい下に下がるということなのと、さっきからあの鯉がめちゃめちゃいます。久々の恵みの雨だったので、もうちょっとテンションが上がりつつあるのか、ちょうど多分産卵期なのかな。すごいなんか大自然に恵まれた感じですけど、もうたくさんの鯉がいます。まあでもこの下には昔町があったということなんですよね。で、もうこの目の前に小学校跡地が残っているということです。早速行ってみましょう。
この辺も建物があったのかな。書いてあります。何か店舗、3なんて読むんだ、書いてます。3ちょっと読めないですね。12月12日、お墓かなこれは。これも文政3、ちょっと今では見ないような使い方をしてますね。3なんて読むんだろう。これほとんどこのちょっと石はほとんどお墓っていうんですね。ちょっと気をつけながら歩いていきます。まあ、この辺石垣に使われていたようなしっかりした石ですね。これもあの昔のお墓の一部ですね。もうね、お椀も、なんとなく見えてきますね。まあ、だんだん重ねになって多分お墓があったんでしょうね、この石段が。で、まあ、この下に町があって、まあ、麓を見るようなそんな感じだったんでしょうね。ここにもなんかあります。リアルすぎですね、これは。感性っていうんですかね、感性。7月、いや、まあこれも形がしっかりしてますね。航空写真では、まあ、学校跡地と、されるんですけども、お墓がねあります。なんでお墓が、まあ、でもそのお墓をそのまんまにしてるんですね。移動させることもなく、複雑な。でこの他にも複数お墓の一部が、散乱してます。もう相当大規模なね、お墓だったんでしょうね。まあイコールそれだけ人が、住まわれていたということなんでしょうね。壺かな、壺の立派なあの備前焼きのようなものですね。木、流木じゃないですよ絶対。この場所に立派な木が立ってたんでしょうね。まあおそらくここには、まあ、お寺があって、立派なお寺があって、そのお寺の横に昔からあの村を見守っていた木があったんでしょう。
まあ、それがこのこれなんでしょうね。まあこういうね、お寺の入り口に1、2、3あって、これで多分この本来この下にもまだ続いていたんでしょう。これがまあ入り口ですよね。で、今回はこれですね、目的地。お寺の、お寺というかお墓のもう隣にあるこの学校の跡地。昔ここにね、学校があったということです。河原もありますね。あの電気系統の一部残っています。水がどんどん入ってます。あのこれからこの学校跡地は多分そこの、そこに戻っていくということでしょう。こっち側にも一部が。まあその当時は木造、当然まあ木造であって、まあそのまんまあのダムに沈んで、残ったのはこの鉄筋コンクリートのみということでしょうね。よし、はい、というような感じで今日はお届けいたしました。もうこれがこういう感じで見えるのは本当にどれぐらいぶりなんだろうと思えるぐらいな、まあ、ほぼ通常時はここまで到達するのは、無理かなと思います。でここまで水不足になったのは20年ぶりということなので、まあ、おそらく20年ぶりにここに来ることができたということなのと、おそらくこの 46% の段階で
まだこういう感じなので、多分通常は本当にもうここも水の中ということですよね。20年ぶりですね。いやちょっとびっくりしましたけど、いろんなあの歴史の痕跡が、残ってるというか、今まであの意識もしなかったような、時代が出てきました。江戸時代ですかね。ちょっとびっくりしましたという感じで、結構ね、多分これからの時期本当に水が、川の水がどんどん増えてくるので、まあこれをね見るだけに留めていただきたいなと思います。それなりのね装備とかも必要になってくるのでいう感じで、今日はお届けいたしました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。